どうも、野球大好き、大谷翔平選手大好き芸人のキクリンです。さあ、ということでね、大谷翔平選手の話をしましょうよ。ね。まあ、この動画を撮った時点でね、40本ホームラン打ってるんですね。もしかしたら、これ上げるときにはもうちょっといってるかもしれないですけどね。まあ、とにかく大谷翔平選手が今年大活躍してくれてるおかげで、正直ね、私は、日本人のストレスがかなり解消されていると思います。ね。大谷翔平選手の活躍がなかったらね、正直もっとね、内閣支持率は低いと思いますよ。それぐらい、もう 10% ぐらい上げてるんじゃないかってぐらい日本人の、気持ちの支えになってますよね。今年の大谷翔平選手の活躍はね、いろんなコロナだとか、オリンピックだ、パラリンピックで揉めたりとか、いろんな中でね、大谷翔平選手がずっと活躍してるってことで、日本人の精神は保たれてるんじゃないかとすら私は思ってるんですけど、そんな大谷翔平選手にね、皆さんも疑問持ってると思いますね。まあ今までだってすごい選手でしたよ。二刀流の選手というイメージはあったと思いますけれども、めちゃくちゃホームランを打つバッターっていう意識ではなかったと思うんですよね。はい。というのも、日本での最高ホームランも22本だし、メジャーでの最高ホームランも1年目の22本だったわけですね。まあ、二刀流選手をやってるから試合数が少ないっていうのがあるんですけど、それでも、全部出たとしても計算として30本とかそれぐらいになるぐらいなはずだった大谷選手が急にね、もうこの8月の段階で40本打ってるっていうのは、やっぱり何か変わったことは間違いないじゃないですか。今日はその大谷翔平選手のホームランバッターとしてのね、ホームラン激増の秘密について私が語りたいと思っております。はい、ここで皆さん疑問ありますね。なぜお前が語るんだと。ね、この世の中、メジャーリーガーとかね、元メジャーリーガーとかが YouTube やったり野球解説者もいっぱいやってる中で、なぜお前が語るんだって疑問があるでしょ。違います、そういうことじゃないんです。皆さん、大谷翔平選手がなんで今年急にホームラン打ったかすごい気になりますよね。でも、調べたり、30分とかある動画を見たりするのはめんどくさいですよね。そのめんどくさい作業の代わりを私がやって、それを簡単にまとめて紹介するっていうね、いわば私がこれからやるのは、動画要約チャンネルですね。はい、こういうことですね。本要約チャンネルってあるじゃないですか。あれみたいに私がいろんな動画とかいろんなサイトとか見て、大谷選手が、大谷秘密なぜ変身したみたいなものを調べた結果を簡単にまとめましたので、それを今日はお送りする動画になっております。大谷翔平選手が長距離打者として大化けした理由をいろんな人が語ってるのを3つにまとめましたので、そちらの方ご覧ください。まずは大谷翔平選手のホームラン激増の秘密1、足の怪我が治った。はい、やっぱこれはね、皆さん言ってましたね。左膝怪我してたらしいんですね。左膝が怪我してて、このボールが来るのに対してこっちにですね、奥の方の足で、力を支えなきゃいけないんだけれども、その左膝が怪我してたんですね。特に2020年が。もう打率が1割9分しかなかったですからね。相当普通の状態じゃなかったってわけですね。これが治って万全になったことで、かなり変わったんじゃないかってことをね、いろんな人が言ってます。アメリカのメジャーリーグ解説者はね、こんな面白い言い方してましたね。後ろ足を信じられるようになった。そして後ろ足からボールを打ち抜いている。うまいこと言いますね。私が言ったんじゃないですよ。アメリカのメジャーリーグの解説者が言ってました。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、この左足ってことは奥の方の足ですから、こっちで支えるわけですね。この支えてグッと溜めることによってですね、後ろ体重になりますから、後ろ体重になったら打ち上げやすくなるわけですね。これが2020年の段階では、前の方に体重が、こっちが信じられないからね、後ろ足が信じられないから、どっちかというと前の方に行っちゃってて、腰全体も前に行っちゃってたと。腰全体が前に行っちゃって、イチロー選手の打ち方だとかそうだと思うんですけど、それは安打打つのにはね、いいかもしれないですけど、やっぱり後ろ足の方に残るとね、まあ単純な話、こっちに残ってんだから、うわーって打ち上げやすいですよね。アッパーに、結果としてアッパースイングにもなっているということですね。後ろ足が万全になったことで、ホームランが打ちやすい、打ち上げやすい球をですね、上がりやすいような、フォームを保てるようになったということが、まず大きいそうでございます。続きまして、大谷翔平選手のホームラン激増の秘密、ノーステップ打法が完成した。はい、ノーステップ打法、わかります？まあ、これ日本からメジャーに行った人が大体ね、みんな取り組むことなんですけれども、日本にいる時は大谷翔平選手はね、前の足を上げてたんですね。上げてタイミングを取って打ってたんですけれども、これをメジャーの選手の球がね、日本の選手よりもストレートが速いですし、あとね、
球の速さのことよく言われるんですけれども、速い、テンポが速いんですって。1、2の3みたいなのが、1、2みたいなことで上半身の体で、力でね、すぐ投げてくるから、タイミングも速いんですって。それに対応するためには、足を上げてこっちもタイミング取ってたら間に合わないから、それをステップしないで、こう構えて、こうね、ガッてなってる。こう上げないで、ガッてなってる状態から打つと。ね、そのためにはタイミングを変えていかなきゃいけないんですけれども、それに対応するのはなかなか大変だっていうのを、私が言ってるんじゃないですよ。川崎選手、メジャーにも挑戦した川崎選手と西岡選手が言ってました。やっぱメジャーリーグの投手はね、投げるタイミングが違うんですって。そのためのノーステップを、ノーステップ打法にね、もう大谷選手は1年目の春から取り組んでましたね。まず足を上げてオープン戦結果が出なかったんで、やっぱり足上げちゃダメだってことで、足をね上げないって作業を1年目からやってて、そのノーステップ打法が完成したのが4年目の今年なんじゃないかということですね。まあ、振り返ってみれば、イチロー選手もね、まあ、イチロー選手1年目から大活躍してますけれども、262安打のメジャー記録を作った、まあ、いわば一番いい成績を上げたのが、メジャー4年目ですから。ね、今年も大谷翔平選手4年目で。やっぱりね、新たなメジャーに行っての取り組みね、それまでもう野球人生でずっとやってきた打ち方を変えるわけですから。ね、そのノーステップ打法は完成を見たのが4年目じゃないかってことですね。怪我も治って理想のタイミングをね、自分が望む、スタンスでやれるようになったのが、この怪我も治ったのと、そしてピッチャーのタイミングにもなれるようになったのがちょうど4年目の今年ぐらいじゃないかということで、ノーステップ打法の完成を見たということで、成績が非常に上がったということも言えるんじゃないかと、メジャーリーグのね、元メジャーリーグの選手とかも言っておりました。さあ、大谷翔平選手のホームラン激増の秘密、3つ目、最後でございます。これが一番大きいと言われております。打球方向が変わった。はい、これで、ね、皆さんね、気づいてますよね。野球好きな方はね、打球方向が変わったんですね。これが一番大きいと言われております、ホームラン激増の、理由としてはね、つまりね、引っ張りのバッターになったんですね。フルヒッターと言われるですね、流し打ちではなくて、引っ張るですね、だから大谷選手で言うならレフト方向じゃなくて、ライト方向にホームランが突き刺さってるっていうのね。これね、まあ明らかな変化として今年ありますね。今まで大谷翔平選手ね、日本の時も1年目とかもそうでしたけども、レフトにそんな擦ったような感じで、流し打ちのような感じで入っちゃうんだって凄さはあったんですね。大谷翔平、日本の時もそうですけど、大谷翔平選手といえばホームランがレフトに行くっていうね、それはそれですごいって言われていたんですけども、でもそれだとやっぱりホームラン数は伸びてこないんですってね。はい、歴代のね、日本のホームラン王とかはやっぱ王選手にしたって、野村選手にしたってね、加藤田選手にしても、もう完全にプルヒッターです。引っ張りのバッターですね。まあ、落合選手みたいにね、特殊なバッターでね、流し打ちというか、こっち引っ張り方向じゃない方にも強く打てる人も非常に珍しい落合さんみたいなタイプもいますけど、基本的にホームランを量産するんだったらやっぱり引っ張りなんですよね。引っ張ったがどうしたって力出ますからね。はい、そのことによって引っ張りのバッターと意識して引っ張りをするようになってるんですね。はい、ホームランを狙うようになったってことです。つまりホームランを狙えるような立場になったってことですね。1年目2年目の時はやっぱりレギュラーもね、完全に確定されてるわけじゃないので、打率も多少残さなきゃいけないっていう意識もあるので、ね、そして速い球にもね、慣れなきゃいけないってことで、呼び込んで打つっていう結果、レフト方向に打つことも多かったんですけども、今回はもう今年は明らかに引っ張りを意識してるだろうということですね。その結果としてホームランはライト方向に行きやすくなったし、今年めちゃくちゃ言われる打球速度がすごいって話もそれですね。当然こう流す方向よりも引っ張った方向の方が力強く振れますから、その結果として打球速度も伸びてるってことですね。打球速度って今年めちゃくちゃ言われるのは、引っ張ってるから、力強く打ってるってことですね。例えばね、日本の柳田選手なんかもうすごい素晴らしいバッターでパワーもあるけれども、実は柳田選手っていうのは、ホームラン40本打ったことないんですよね。あんなめちゃくちゃパワーあるのになんで40本いかないかっていうと、柳田選手は広角に打ってるね、流し打ち方向にも打てるタイプのバッターなんで、引っ張ってないんでね、ですからあんなにパワーがあるのに40本いってないっていうのは、プルヒッターじゃないからっていうことですね。やっぱりホームラン王を狙うような、本数を打つとなったら、プルヒッターの方が絶対的にホームラン増えるということですよね。は
い、ということで、今年はつまりですね、一番でかいのはプルヒッター、引っ張りのバッターに変身したですね。つまり今までの大谷選手ともう違うタイプのバッターになってるんですね。はい、ポテンシャルは変わってない、前からあるんだけれども、もう打つ方向が変わってるんですね。引っ張りのタイプになってるんで、ホームランが量産されているということが言えると、いろんな人たちが言ってました。私じゃないですよね、いろんな人が言ってるんで、その気づいてない人いると思うんでね、野球あんま詳しくない人はね。だからこれからは、打球方向にも注意してみてください。大体ね、ライトの方に打ってると思います。はい、ということで今日はですね、私が、皆様の代わりに調べてですね、まとめてみたところ、怪我が治って、ノーステップ打法が完成して、そして、プルヒッター、引っ張りのバッターになって打球方向が変わったということですね。その辺の変化もですね、過去の動画なんかも見ながらですね、そして今年のこれからの大谷選手に注目してみてください。はい、ということで今日は大谷翔平選手のホームラン激増の秘密について私がですね、代わりに調べてお送りしましたが、これからもですね、もう動画要約チャンネルじゃないですけれども、自分の専門外のことに関してもね、調べて、皆様知りたいことがあったら、それについて、皆さんの代わりに時間使って調べてね、まとめて、10分ぐらいで報告したいと思いますので、何かこれ調べてよとかのあったらね、よかったら書き込んだりしてください。そしてよかったらチャンネル登録していってください。以上、大谷翔平選手大好き、いろんな動画を見たりするのも大好き、キクリンでした。しゃ